さあこのコーナーは動画で、えー、ご覧いただこうということでホームページにこの動画をアップしますので、はい、ぜひ、えー、動画の方でも楽しんでいただきましょうというコーナーでございますはい生放送と同時進行で今日はケイちゃんがカメラマンで喋って、ね、食べて、はい、楽しそうなゴロさんを撮影してこのあとホームページに乗りますよ見てくださいねはい文、えー、明堂さんの詰め合わせの商品が変わりましたのではいき始めね今日はまずそれを紹介して食べながらということになりますが、えー、うい、ん 色とあるんですよ今日はその中からクリマンいはいちなみに詰め合わせですか季節限定販売の抹茶好きカステラ、はいうん、三笠山くりまんじゅうカステラ巻きと揃っています五郎、うん、さんはさっそくくりまを食べていますくりまんってみんなと栗の方は行きそうやけど、うん、皮のねえ歯ごたえいうんですか これがしっかりしててわいやもう五郎さんの頭と栗まんじゅうの艶やかさがリンクしてもう映像が美しい美しい,い、ね、<laughs> はい昨日散髪しましてはいずっとテカッとね栗まん懐かしな,しなこの何とも言えない薄い皮でたっぷりのあっさりとそして栗の甘みが生きたあんを包んでいるところがまたいいんですよねどうどこの中身と外がねバランスがん

いやまたこのね甘みがあっさりしててね、はい、ちょうどええなんですわ、ね、なっていのねこれこれ,ねこれずつちゃもっとよかへとかねはい、はい、こうやってねいろんな種類が入っていますよそして今日はですね、うん、僕のちょっとコレクションを持ってきたんですがはいいろいろもうコレクションも断捨離して結構少なくなってるんですが、うん、また捨てられずに、えー、あるもんが出てきまして断捨離から逃れた貴重なコレクションをうや、ね、こんなんやろうバッジあ たくさんありますね。バッチも含めて、うん、いろんなネジバッチ、ピンバッチか、うん、ネジバッチってなんだろうと思いましたよ、ねあね。あのね昔ネジあのこうネジで、あ、来るくる回わして。そうそうあれネジバッチというで。あ、そうですか。うん、ちょっとアップにしましょうね。これはあのタイピンやけど、マンドリンフラットマンドリンのネクタイピン。ああ<ー>シルバーですかね。

ちょっとグッと痩せましょう。あ、いいですね。グルグル。え、コロウさん、そういったピンバッジとか缶バッジとかはご自身で買われるんですか。モータリコタリかな。西日本立ち飲み研究会。あ、西日本立ち飲み研究会。もらグッドアップにしましたよ。で、え、いろんなってこれはね。たくさんの種類が。 これ、パグパグのこれなんていうのバチちゃうなああそれはえっとトップチェーンとかっていいますかねッすネックレスとかキーホルダーの先につけるようなものでしょうか、ね、それで服についてたやつもあんねんえっ服にいてた、うん、初めから服にねほうほうほういろんなのを付け替えてくださいっ、ね、あなるほどねこれなこれわからんわからんねええこれなの <laughs> <laughs> これなんかのキャンペーンのメカキ、可愛い鳥さんの缶バッチですよ。ほら岡山の海くんが、あはい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 前時代劇の大好きな、はい動画賞の時にもはいカルタをね見せていただいた。海くんのこれあの何ピンバッチのか缶バッチ。 武鉢ねへ<ー>え古典の時か何かに作られたものですかねそういう,、うん、う,うとこれはあれやろうエイズの撲滅のキースヘリングですかね,ねはいこれええやんこれ自転車のピンバッジあ<ー>、ね、小さいけれどもね、うん、レトロでこれはかいイラストで t n n ナッシュビルネットワークアメリカのブルーグラスの「 専門家音楽番組のテレビ局のまあマニアックのこと誰かにもらったのやな誰かに <laughs> とか、えー、結構いろいろありましてもうつけるチャンスがなかなかないねんけどはいこれを機会に、えー、ぜひ、うん、今ちょっと帽子にマンドリンのつけたりしてるんだけど、ね、うーんそんなコレクションでありましたありがとうございますどうか